三河町は、かつて、石川県石川郡に属していた町、手っ取り川川口にあった。2000年国勢調査における、金沢市への通勤率は20.8%だった。2005年2月1日に、野の市町を除く石川郡を構成する、町村及び、隣接する松東市と合併し、白山市になった。室町時代からも豊市港とも呼ばれ、水戸七港の一つ。 江戸時代、北前船の寄港地として賑わった石川郡、元吉町と、のみ郡港村が1869年に合併し、双方の軍名から一時ずつ取り、三河町となった。なお、1871年に、三河町と、港村に、再び分離した。伝統工芸として、三河仏壇がある。手っ取り川の豊富な伏流水を利用する科学。 電子部品関連の企業が立地している。主な事業所石川県警察末島警察署が管轄する。末島石川広域事務組合消防本部が管轄する全域を三河町が供給する。水源は手っ取り川の伏流水。手っ取り川右岸は三河町単独の公共下水道。左岸は石川県下水道公社の下が沿岸流域下水道に接続されている。 マットー石川広域事務組合が、マットー市のマットー石川環境クリーンセンターで処理する。金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。町内の集配は以下のつぼねが行う。マットー市の金沢国税局マット税務署が管轄する。ありがとうございます。